王子。そっくりやな、風間のやすさんに。寝てしまっていたのか。ああ、1時間くらいだな。あのボーイは最終便で東京へ帰った。タミヤに直接会って謝りたいそうだ、うん、そうか。あいつもタミヤと同じで気持ちで動く男なんだろうタミヤが好きなのがよくわかる。だからこそタミヤ持って買ったんだな。あんた、本当にあんたトウモを見逃してよかったのか。今さら何を言ってるんだ。見逃すと言ったのはお前だろう。いや、そうなんだが、タミヤの話によればあんたにとって CIA の命令は絶対だと聞いていた。だから俺に負けたぐらいで簡単に見逃せないんじゃないかと思ってな。なるほどな。確かに俺にとって CIA は全てだ。だが自分の意思で動くこともある。 CIA にとって大切な結果だからな。結果か。じゃあ大吾や中原を撃ったのもその結果のためか。俺は今でもまだあんたが任務のためにあの二人を撃ったとは思えないんだ。そう思いたいってのもあるんだろうな、キリュウちゃん。本当にあんたが大吾と中原を撃ったのか教えてくれ。でなんかでもさ、どっちだったかな、どっちかの口ぶり、誰かの口ぶりではさ、撃ったやつの近くにいたみたいな表現じゃなかった。俺はあんまり言い訳は好きじゃない。だがなんかもう一人いる感じがしたんだよな。だが仕方ない。頼む。中原茂、それに堂島大吾、お前も知っているようにあの2人はあの基地拡大法案を通過させるために巻き込まれた。そうだな。だが本来なら撃たれる必要はなかったんだ。あ、そうな。なんでじゃあなんでや。あの2人を撃ったのは俺の同僚だ。そうね、言ってたよ。そんな感じだったよね。撃ったやつの近くにいた男みたいな感じだったもんね。同僚だと CIA のか。ああ、中原の時はお前が住んでいる土地の、利権権利書をめぐって堂島大吾の時は彼の勘違いから撃たれることに大吾何勘違いしたん。大吾の勘違い。堂島大吾はあの日私が上着のポケットに手を入れたのを見て焦った。まあまあそれはまあ極道だからな。うん、いつ狙われてるかわからんからな。おそらく彼は極道としての習性がそうだな。まあな、普通に俺ら一般人からしたら胸ポケットに入れたらなんやかゆいんかとか思うだけやもんなかゆいんかと思うかわからんけど。次の瞬間、堂島大吾が自らの銃を私に向けた。そしてあんたと一緒にいた CIA の男に撃たれたということか。そうだ。そして中原も同じだ。我々が土地の権利書を取り上げると同時に銃を向けてきた。あ、銃持ってるんや。撃ったやつらというのは、俺を神室町で襲った外国人のことだな。ああ、CIA も作戦とはいえ人の命を奪うことはなるべく避けて通る。だがあの場面では仕方なかった。まあまあそう、まあ、そうだな。自分の命が優先だからな。任務とはいえ本当に申し訳ないことをしたと思っている。それは桐生ちゃんに言うべきじゃないぞ。あんたが謝ることじゃない。分かっている。だがお前が今ここにいるのも全ては CIA の計画の原因だ。謝るのは当然だろ。まあそうだな。組織としてってことな。できることならあの二人でもそうだな。中原ならこれほんと助かってよかったんだよな、正直、うん、一命を取り留めて退院した。直接会ってみたらどうだ。できることならそうしたい。だが CIA の人間として会うことはできない。今回の作戦、この全ては極秘だ。私の権限で民間人に話すことはできない。じゃあ会うことすらできないってわけか。いつものことだ。 CIA の諜報員として活動する中で命を奪った人間は少なくない。だが我々諜報員はそれを贖罪することすら許されていないのだ。それが何よりもつらい。中原には俺から伝えておく。それなら問題ないんだろ。ああ、そうしてくれ。あと東京に戻ったらごめん。道具島大悟にも謝っておいてほしい。大悟だと。まさか、大悟の居場所を知ってるのか。なんだ、お前は知らないのか。そうなんだよ、教えてくれない。あ、そうです、柏木さん。そうだよな。少ない方がいいって言ってもな、知ってる場所は。柏木さんが大悟の居場所を誰にも漏れないようにと、俺にも話さなかったからな。本当にそうなのか。他に決して誰も知る者はいないんだな。ああ、そのはずだが。何どういうことなんか意味深やぞ。そのはずどっちなんだ。いや、はっきりとは言い切れないが、でも、それがどうしたのか。あ、ちょっと待って、でも、ちょっと待って。柏木さん殺したの CIA やんな。もしもだ。ミネが堂島大吾が生きているということを知っていたらどうするだろう。ミネがでもミネは大吾好きなんだろう。奴にとっては堂島大吾は邪魔者しかないはずだ。生きていると知ったら放っておくわけがない。ミネが大吾の居場所を知っているというのか。はっきりと言い切れないというのは可能性があるという話だ。ミネという男、ブラックマンデーとつながってるだけあって、その情報網は測れない。侮れない。可能性がゼロではない限り、堂島大吾の安全が保証されていないのと同じだ。まずいんか？大吾は今どこにいるんだ？東京東都大医学部附属病院だ。意外と普通のとこにいた。東都大カムロ町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでにミネが動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。まずいな。でも東京には兄さんがいるから。ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。直接行くのか。おじさん、桐生のおじさん。え、あいつか。おじさん。おお、大地、お前どうしてこんなところに。大変なんだよ、おじさん。何があった。何があった。朝顔が。え、朝顔が。何、どうした。楽しそうにドッジボールしてんじゃん。この幸せな雰囲気、何があったの。いいな、なんか。お、どうした。あれは。え、久しぶりやな。ミネじゃん。え、おお、こら、魂の組がこんなところに何のようだ。え、はあ、容赦ねえ。力也、力也、子供の前だぞ。お前はこの施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。なんでだよ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。いや、意味わからんわ。まあ、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。そんなことはないだろ。壊れてんだよ。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん、あぐったね。やれ。いやおかしいって。さすがにあれにこの子らがその桐生ちゃんの被害者としてもこんなことされる言われはないやろ。だね。どけ。嘘だろ。ダメ、撃たないで。いすみ、やめろ。お願い。いやいやいや、あかんぞあかんぞ、それはやめて。ミキオ、兄ちゃん、ミキオ、なんなんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ、何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ。はい。ミキオ、もういい、逃げろ。くそ。ミキオ兄ちゃん。弱くてごめんな。お前強いよ。ミキオ兄ちゃん。ミキオ兄ちゃん。ミキオ、おっと、てめえの相手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こいつらみんな強いよ。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ。じじい。これ桐生ちゃんにやられたことでしょ。関係ないやつ巻き込むなよな。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。おら、やれ。重機。こんなんトラウマやん。やめろ。やばい、ちょっと泣きそう。とにかく大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。いや、これはひどいな。朝顔に戻る。だがミネはどうする。すでに堂島大吾を狙って東都大病院へ向かってるかもしれないぞ。分かってる。だが朝顔のこのままにしていくわけにはいかない。分かった。東京までの移動手段は私が何とかしよう。CIA 本部を通じて沖縄の米軍基地の要請をかけてみる。それに私を東京へ向かう必要がありそうだ。ミネは間違いなくバックマンデーとつながっている。おそらく東都大病院で接触するだろう。リチャードソンもそこへ現れるはずだ。リチャードソン？ああ、タミヤから聞いた。ブラックマンデーの中心人物らしいな。ああ、正体不明の男だ。CIA の情報を持ってしても名前しかわからん。だが、ブラックマンデーの狩猟格は間違いなくリチャードソンという男だ。今回の作戦、このリチャードソンをおびき出すためのものだ。奴を捕まえるために私も東京に向かわなければならない。そして移動手段を確保しておく。キリュウ、ユウは早く朝顔に。すまない。恩に切る。大地、朝顔に戻るぞ。うん、おじさん、急いで。お急ごう。緊急像、なんだよこれ、マジで。胸くそ悪いな。いや、マジで。さすがにちょっと、やりすぎだろう、玉城。うわうわ、これは無残。今日大丈夫か。相関しかないじゃん。おじさん、怖かったな。怖かっただろうな。ちょっといいか。兄貴、ミキョは？え？嘘だろ？ミキョ、ミキョ。あ、よかった。ミキョ、ミキョ。おしき、すみません。頑張ったな。あ、そうか。いいんだ、いいんだ、そんなことは気にするな。おしき、なんだ。親父を騙す。いや、もう安心していいぞ。あれ、安心して死ぬなよ。分かってる。ゆっくり休むだけだぞ。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ、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 おいミキオ。嘘。くそ。マジ？嘘でしょ。ミキオ兄ちゃん。ミキオ。間に合わなかったのか。マジか。いや、え。もしもし。え、本当ですか。え、はい。そうですか。わかりました。よろしくお願いします。それじゃ。どうした？ミキオ、一命は取り留めたようです。よかった。そうか。よかったな、泉も安心だな。よかった。それじゃあ。俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。何それ。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を打たれてるんだ。すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。そうだな、文字通り足手まといだな。兄貴、カムロ町の時とはわけが違う。今回は連れてはいけない。でも俺は竜道一家の若頭です。子分やられて親拉致られておとなしくしてるわけにはいかないんだ。気持ちはわかるけど、俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる。だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。重いな。今は俺を信じろ。そうだな、桐生ちゃんを信じてくれ。信じる桐生を信じろ。中原が捕らえられているのは琉球街の外れにある闘牛。何それ。準備を取られたタクシーに乗って闘牛。何だから、何それ。闘牛場って何。スペインみたいな感じ。